この度はシンガーミシンをお買い上げいただきましてありがとうございます。ミシンを安全に正しくお使いいただくために使用の手引きをよくお読みください。このビデオテープには基本操作、応用縫いと簡単な手入れの仕方が収録されています。お慣れになるまで、また困った時などにご利用ください。それでは始めてみましょう。はじめに付属品のチェックをしてください。補助テーブルを開きますと付属品が入っています。使用の手引きで内容をご確認ください。また補助テーブルを外すことでフリーアームとして使用できます。電源スイッチは切っておき、コードを引き出します。この時コードを赤い印以上引き出さないでください。電源スイッチを入れてスタートストップボタンを押すと動き始め、もう一度押すと停止します。この時お知らせランプが緑色ならスタートできますが、赤色の時は押さえやボタンホールレバーが降りていないので動きません。スピード調節つまみを左から右に動かすほど速くなります。はじめは下糸巻きです。電源は切っておきます。ボビンカバー開放レバーを右に押してカバーを外し、ボビンを取り出します。糸立て棒に糸巻きを差し込み、糸巻き押さえで押さえます。糸を左の方に引き出して1の糸案内にかけ、次の糸掛けの下にかけ引き上げます。糸巻き案内の下から案内皿の間に後ろから確実に挟みます。糸をボビンの内側から穴に通して下糸巻き軸に差し込み、右に寄せます。電源スイッチを入れスタートボタンを押し、糸端を持ってスタートさせ少し巻きます。一度止めてから余分な糸を切り、必要な量だけ巻きます。巻き終わりましたらミシンを止めて糸を切り、左に戻し外します。図のように糸を巻いたボビンをボビンケースに左回りになるように入れます。糸を手前の切り溝 A にかけ、板バネの内側を通るようにして左の溝 B まで引きます。糸を押さえの方に出し、ボビンカバーを取り付けます。押さえは必ず上にしておきます。針上下ボタンで針を上にします。糸立て棒に糸巻きを糸が下から出るようにセットします。1の糸掛けにかけ、矢印に沿って2を通って3にかけ、手前に下ろし、4の矢印に沿って引き上げます。5を通り6まで下に下ろします。最後に針棒糸掛けにかけ、針穴に前から通します。押さえを下げます。ガイドに糸をかけてレバーをいっぱいに下げると、フックが針穴に通り固定されます。
フックに糸をかけ、糸通し糸切りでカットします。レバーを押すと糸が輪になって出てきますので引き出します。針に通した糸を軽く持ち、針上下ボタンを2回押します。上糸を静かに引くと下糸が輪になって出てきます。上糸と下糸を押さえの下から後ろに出します。まず針を上げて電源スイッチを切ります。押さえを上げ、押さえホルダーのボタンを押すと押さえが外れます。取り付けるときには押さえのピンの部分を押さえホルダーの溝の真下に置き、押さえを下げ、ピンと溝が合うと取り付きます。必ず針を上にして電源スイッチを切ります。針がミシンの中に落ちないよう、はぎれなどを押さえの下に入れておきます。次に針止めネジを緩めて針を外します。針を取り付けるときは針の平らな面を後ろにして、下から上に止まるところまで差し込み、針止めネジをしっかり締めます。このミシンでは40種類の実用模様を縫うことができます。模様は実用ボタンで選びます。選ばれた模様は模様案内窓に表示されます。はじめにトップカバーを開け、輝度調節ダイヤルで模様案内窓の明るさを調節してください。またよく使用する基本縫いはダイレクトに下の洗濯ボタンでも選べます。はじめにダイレクトボタンで直線縫いを選びます。選んだ模様、適した押さえ、用途が表示されます。縫い始めの位置に針上下ボタンで針を刺し、押さえを下げます。スタートストップボタンを押すと動き始め、布が前に進みます。もう一度押すと止まります。試し縫いをして慣れてください。このボタンは停止状態で1回押すごとに上下に切り替わります。また縫いの途中で1回押すとゆっくりになり、もう一度押すと元のスピードに戻ります。縫い終わりに糸切りボタンを押すと上糸と下糸を同時に切ります。自動糸切りを使用しない場合、綿板の糸切りでも糸を切ることができます。布端や薄地の縫い合わせには直線縫い、左の模様が便利です。幅長さボタンを押し、針の位置の変更は矢印のボタンで自由に行えます。返し縫いボタンを押している間、布が手前に動きます。手を離すと止まります。縫い始めや縫い終わりに少し返し縫いをしておきますと、縫い目がほつれず丈夫になります。また留め縫いボタンを押すと
縫い始めと縫い終わりに自動的に留め縫いをして留まります。厚地の縫い始めには段縫いボタンを使用します。押さえが傾くのを固定することで布がスムーズに送られます。このミシンでは糸調子は自動的に調整されますが、特に必要な場合は糸調子ボタンを押します。表示が糸調子調節画面に変わります。数値が反転している場合は自動設定、手動設定になると通常表示になります。縫い目の表と裏のどちらが悪いのかを確認します。表がずれているときは下糸の入れ方が違っている場合がありますので確認してください。下糸が正しくセットされているときはマイナスのボタンで小さい数値の方に動かします。縫い目の裏がずれているときはプラスのボタンで大きい数値の方に動かします。裏がタオル目のように糸が出ているときは上糸のかけ方が違っていますのでかけ直してみましょう。次はジグザグ縫いです。基本縫い選択ボタンで選びます。この縫い目は縁かがり縫いにも使えます。布地に合わせて振り幅や縫いの長さを自由に調節できます。布地を変えていろいろ縫ってみましょう。押さえを縁かがり用に交換してください。この縫い目は裁ち目のほつれを防ぐ縫い方です。縁かがり模様を選びます。布端を合わせて切り揃えた縁に沿って縫っていきます。このミシンでは8種類のボタンホールをワンタッチで縫うことができます。押さえをボタンホール用に取り替えます。選択ボタンで目的に応じた模様を選択します。布地の縫い始めの位置に印をつけます。使用するボタンを押さえの台の上にセットします。布の印が押さえの印に合うように布地を入れて押さえを下ろします。ボタンホールレバーをいっぱいに下げます。上糸を手で引きながらスタートさせます。縫い終わると自動停止しますので、糸切りボタンを押して糸を切り布を外します。最後に縫い目を切らないようにリッパーで切り開きます。またボタンホール押さえにはアンダープレートが付属しています。滑りやすい布地や送りにくい布地などにお使いください。針を上にして選択ボタンでまつり縫いを選びます。まず裾丈を決め、まつりをする部分を4ミリくらいずらして折り返します。ダイヤルで針が左の時に折り山にわずかにかかるようにしてガイドの位置を調節します。針先を確認しながら曲がらないように縫っていきます。
この縫い目はニット地などの伸縮性の布地に適しています。布地を伸ばしても縫い糸は切れません。このミシンでは模様、ひらがな、漢字、アルファベットの4つのグループから自由に組み合わせて縫うことができます。模様文字ボタンで使いたい模様を選びます。確認後、選び違った場合はクリアボタンで削除できます。最後に留め縫いを指示しておくと縫い終わりに自動停止して便利です。押さえをサテン押さえに取り替えます。いろいろ試してみましょう。余分な糸をカットしてください。また模様の形が崩れている場合はミシンの底にあるバランス調整ネジで調整してください。このような場合はマイナスの方に回します。このような場合はプラスの方に回します。針は上にして必ず電源を切っておきます。押さえ、ボビンカバー、ボビンも外します。針板を外し、ボビンケースも外して、送り場や外釜についているホコリや糸くずを取り除きます。ボビンケースを元に戻します。針板を取り付け、ボビンカバーもはめ、最後に押さえを取り付けます。